一生サッカーを好きでいてくださいと言いたいです。はい、こんにちは。こんにちは。今日のゲストはカンボジアから水野ひかる選手です。こんにちは。よくカンボジア行ってるんだけど、久しぶりだね、はい、こうやって話すのね。そうですね。じゃあこの企画恒例のですね、まあカフェで喋ってる気分ということで、はい、マウカップの方で、はい、はい、レッツエンジョイティータイムですね。よろしくお願いします。お願いします。さあ、水野選手、はい、実はね、2年前ぐらいに別の企画協力してもらってね、一回軽くちょっとインタビューとか話しさせてもらって、はい、でその後、ね、市も行ったりしたけど、ここのとこちゃんと会えてなかったりしたよね、うん、そうですね。試合は見たりね、ライブで見させてもらったりしてるんだけど、はい、ということで、まずは自己紹介お願いします。はい、カンボジアシーズン5年目になります、水野ひかるです。よろしくお願いします。カンボジア5年目。はい、そのさ、軽く高校大学、そしてカンボジアに至るまでのルーツをちょっと教えてもらっていいですか。高校は市立船橋高校出身で、はい、卒業後明治大学に入学しまして、明治大学卒業後1年、うん、その時ちょうど J3 が始まった年だったんで。ああ、その年ね。はい、 J3 の FC 琉球に1年間在住しました。うん、うん、その後1年で解雇になってで、うん、次にそこから初めて海外に挑戦して、アルビレックス新潟、うん、シンガポールの方へ、うんうん、行くことになりまして、そこも1年プレーしまして、うん、そこからカンボジアリーグに挑戦することになりました。そして5年みたいな。そうですね。もしかして日本人選手今いる中で最長プレーしてるって意味では、今年今友廣が多分一番長い。ああ、そうかそうかそうか。はい、これですね。ちょっと言ってくれたね、その今までのキャリアで言うとね、はい、まあ、J3 できた年、J リーガーになれた、 J3 沖縄生活ありましたっていうところで、はい、まあ、そういう世界だけれども、パーンとカット入って更新なしじゃないですか。はい、これはこう心境的にはどうだった。いや、僕は大卒で J3 の沖縄 FC 琉球に入った時はプロ契約じゃなかったんです。はい、アマチュア契約で、うん、実質サッカーではお金はもらっていなくて、うん、で働きながらやってたんですけど、うん、なんていうんですか、プロとしての自覚というか、モチベーションの管理がすごく難しくて、うん、なんか多分外の方から見たらプロ選手っていう作りの中で見られてるんですけど、うん、自分の中ではなんかモヤモヤした気持ちがあって。うん、この1年が僕の今までのサッカーキャリアですごいなんか悩まされたなっていうか、メンタル的にすごい落ち込んでた時期でした。俺はインタビュー始まってすぐに闇をつついちゃった感じ。全然大丈夫なんですけど、その経験がすごいやっぱり成長させてくれてる。うんうん、なるほどね。1年目がそれだったんだね、はい、仕事をしてるってことは思うように、はい、なんていうかサッカーのための時間の使い方もできなかった部分もあったりしたんだろうね。そうですね、なんか生活環境も選手の人と一緒に寮生活じゃないんですけど、子供生活で、
で、移動手段とかも、車がないと、どこにも行けない感じだったんです。結構、3人で住んでたんですけど、その3人で一緒に行動するのが多くて、なんか一人の時間というか、自由な時間というのは、あんまりなかった。なるほどね。で、そこからのシンガポールじゃないですか。ね、別に他の J3 でも J2 でも J1 でも JFL でもないと。このさ、その時のマインドはどんな感じだったの？マインドはですね、そうですね。開幕から試合ぐらいは、試合に行っていただいてたんですけど、そこから全然出れなくなっちゃって、あ、琉球の時ね。行きました。で、その間にっていうか、出れない間に、どうしたら自分の良さが出るのかなっていう、そういう考えがてらって、やっぱり海外に挑戦した方が、自分の良さっていうのを大胆に出せるのかなっていう、すごい感じ始めて。で、高校のつながり、サッカー部のつながりでどうしてもご縁があって、シンガポール、アルビレックスシンガポールを紹介していただいて、で、そこから、話をしていく中で、自分が挑戦しようっていうのを決めました。聞いた感じだと、しっかり悩み、それなりの、情報っていうか判断材料もあって、変な話、納得のいく、チャレンジっていうか、そんなステップみたいな感じだったのかな。そうですね。実際どうでした？シンガポールリーグ。そうですね。やっぱり多分最初にアルビレックス新潟シンガポールに入れたっていうのが、海外を知る上で、東南アジアを知る上ですごいいい経験になったかのか、なったのかなっていうのはすごい感じましそこもうちょっと聞きたいな。なんでなんで？た。やっぱ最初本当に少しは抵抗はあったんですけど、その時はチームメートがみんな日本人だったんですね。アルベルクスはね、そのね。今は少し変わってると思うんですけど。まあでもコミュニケーションは取るのは、日本語だったんで、全問題なくやれていて。でもその対戦相手っていうのは、みんな海外、シンガポール。その当時はシンガポールリーグにもブルネイのチームだったり、マレーシアのチームも参戦していたので、少しは東南アジアのリーグを肌で感じることができて、あれを何年もいようっていうのは思っていなくて、1年ですごい経験して、他の国へ移籍できたらなっていうのは、入る当初には少し考えていました。結構あれだね、早い段階でビジョンを持ってるというか。在籍アルビレックスシンガポール在籍中ってタイトル取ったんだっけ？タイトルはカップ戦を2つ。素晴らしい。監で、督どリーグなた？戦。監督は？監督、奥山さんです。奥山さん。リーグ戦が？リーグ戦が3位ですかね。じゃあ、あれもまだいるよな、用具係のロイおじさん。ロイさん。あロのおイっささん、ん面白かっね、たです。面白いよね。レジェンドですよレジェンドだよ。ね。知る人の知るだよ、スタジアム行ったらね。で、そこで1年やって、シーズン当初からそういうことを思い描いていて、シーズン終わり近いですと。で、いろんな、もしかしたらご縁があったのかもしれないけど、最終的にカンボジアってことになったでしょ？いやさ、国のね、経済とか GDP とかさ、サッカーで言うとさ、
シンガポールとカンボジアの比較ってさ、下に見られることが多いじゃない。でもそういう機会があって、こう行く前とか行く直前とか、どんなこと考えてたの？カンボジアは全くイメージしてなかったんですけど、飛行機で最初に空から街並みを見たときは、すごいカルチャーショックじゃないですけど、びっくりして、なんか トタン屋根の景色ばっかりで、もうオレンジ色のトタン屋根で、でも道路とかは意外に整備されてて、プノンペンはまだ都会だったんですけど、そうだね。でもカルチャーショックはありました、最初の空港に行くときに。最初のチーム、どこだったっけ？最初のチームはスバイリエンです。だよね、スバイリエン、その時に外人って、水野選手以外日本人いたっけ？その時はいませんでした。じゃあ他、本当に自分、日本人以外の外国人アンドローカルカンボジア人でしょ？はい、そうです。すぐフィットしました？そうですね、比較的なんかあんまり抵抗がなかったというか、チームも優しく迎え入れてくれて、すごい馴染みやすかったです。サッカー的にはやりたいこともできてたの？そうですね、結構そんなに蹴るチームではないんで、後ろからなんかしっかり繋いでいこうっていうチームで、なんか結構日本人が好きそうなサッカースタイルでした。スバイリエンって代表選手も多いもんね。そうですね、代表選手かなり多いです ね。アルブレックスの時に最初いい環境だけど長くいるんじゃなくて次のステップアップみたいなことをイメージしてた、冒頭で最初で言ってたじゃない、スバイリエンの時はどうだったんですか？スバイリエンの時はカンボジアの中でも強豪っていうのは聞いてたんですけど、その時にもボンケットっていうチームは知っていて、で僕がスバイリエンの年に実際ボンケットが優勝していて、そのやっぱり憧れというか、自分がプレーしているカンボジアリーグでチャンピオンになったチームに入りたいっていう願望はすごいありました、その時。そうだったんだ。で2年目に、そうですね、そのちょうどタイミングが良かったというか、ご縁がありまして、向こうからこう声がかかった感じ、ちょっと光る興味あるなみたいな、こう興味はあるなっていうお話はいただいていました。うまく話もまとまって移籍成立と。そうですね、本人的に嬉しいよね。いや嬉しかったです、本当に。だからボンケットは、今期も含めて4年、3年、4年目、4年目だよね。この4年の間、今期は今進行形だけど、過去3回、タイトルは、タイトルはリーグ優勝が1回あります。素晴らしいね。前にさ、結構ごつめの外国人を置いたりするチームじゃない？そうですね、後ろには今までは置いてないんじゃないですかね。前に本当に力強いフォワードが何人もいるイメージです。そうすると、水野選手の仕事としては、守備のバランス取りなさい的な。そうですね、もうほぼ守備のことしか言われないです。でもさ、一人で守られるもんじゃないじゃない？そうですね。周りとのこう連携とか大丈夫？うまくいってる？ローカルの選手も結構
コミュニケーションを取ってくれて、うん。だんだんやっぱりやってるうちにその人のプレースタイルだったり、どこまで守備やってくれるかとか、こっからやんねえぞと。結コ構ミュそニケーシのョンは何語っすか？英語またはクメール語で、おお、クメル語ちょっといけるようになった。クメール語だいぶ聞く、耳はもう慣れましたね。すごい。練習とかもなんか結構クメール語で説明してから英語で訳してくれるんですけど、この聞いたクメール語からの英語で説明してくれたときに、あ、大体合ってたなっていうのはありますか？答え合わせ的な、答え合わせ的な感じだ。そうですね。はい、答え合わせ。今、カンボジアのシーズンなんだけれども、まあ、全体的に今ちょっと、サッカー活動が難しい状況になってて、そのあたりは最近のチームの動きで言うと、どんな感じですか？ちょうど2日前ですね、月が変わった時にミーティングがありまして、3月いっぱいはチーム全体で練習してたんですけど、それすごいよね。結構やってた方だ今よ月ね、かカンボジアら的にはね。結構やってた頃です。今月からはチームの全体練習がなくなりました。じゃあ当面、自主練というか、それはこういつまでみたいな時期は提示されてるの？それとも連絡あるまでみたいな。提示はされてないです。連絡あるまで、メニュー的なものは指示されたりされてるのかな？一応個別っていうか、自宅で体幹メニューだったり、タッピングはするようには、メニューは送られてきました。カンボジアとしては厳しい今外出禁止令って出てるんだっけ？いや、今まだ外出禁止令等は出てないです。まあでもいろいろね、警戒しなさいみたいな感じだよね。そしてちょっと最近ニュースになった、その練習お休みを境にチームが給与カット。本当ですか？本当です。これはインパクトあるね。そうですね。チームメイトは反応どうだった？まあ、やっぱりハッピーな感じではなかったですね、間違いなく。でも、カンボジア人の性格というか、国民性なんですかね。みんな納得はしてました。まあ、仕方ない部分あるしね。あと上から言われたらね、ちょっと従うしかないというかね。ちょっとね、また強い、今何、その中断するまでは何試合ぐらいやって何位だったの？中断するまでは4試合消化してまして、今現在5位ですかこれは納得いかないじゃない？ね。ちょっとでも1試合少ないんで、まだ。なるほど。挽回できるかな。じゃあ早くね、再開してまた強いブンケットでサポーターを喜ばしてね、カンボジアにサッカーで元気をもたらしてほしいところですね。そうですね。なんとか盛り上げたいです。ぜひぜひ、5年目のシーズンが素晴らしいものになることを願っているので。ありがとうございます。
いつもニアミスはしてるんだけどね、今度はもう本当落ち着いたら久しぶりにご飯でも行きましょうね。はい、ぜひ。お願いします。時間があるときによろしくお願いします。ということで、最後の締めのコーナーでございます。5on5 と言いまして、私の方から5つ質問をさせてもらうので、一つ一つ5秒以内ぐらいでトントンと答えてください。いきます。1つ目、好きなサッカー選手は？ガットゥーゾです。プレーもそういうのイメージしてるの？ そうですね、やっぱ気迫ある感じは見てて、すがすがしいですね。とぼけんだよね、もうね。はい、2つ目いきます。サッカー以外でプロになれるなら？いやー、水泳。そうなんだ。はい、意外に泳ぐのが好きです。マジ？はい。了解。3つ目、どこにでも行けるのならどこを旅したい？マチュピチュとか行ってみたいですね。ああ、世界遺産ですね。はい。4つ目、人生最後の晩餐を共にしたい人は？妻です。もう半回答。 はい、じゃあ最後いきます。10年前の自分へのアドバイス。10年前、何歳？何歳？18ですかね、高校。おお、大学、高校、その辺のね、あ大たり学、の高ね、校、はい。なんて声かけますか？アドバイス。一生サッカーを好きでいてくださいと言いたいです。ああ、なるほど。はありがとうございました。い。またぜひ、カンボジアかどこかで会いましょはい。はい、ぜひよろしくお願いします。う。奥さんと共に体気をつけて。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。